誰かさんが誰かさんが誰かさんが見つけた小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけた。やっほー、こんにちは、おかっちです。今夏が終わってちょっと涼しくなって秋になったの。夏はね、ブーンブーンって蚊いっぱいでおかちのところ刺すね。だから夏はあんまり好きちゃうかって。でも終わったよ、秋が来たよ。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、大好きな秋です。なんかうまくなりたいもん、もっと上達したいもんってある？なんかある？そんな君たち、そんな君たちに僕は今日プレゼントをお渡しします。プレゼントです。それじゃあお話ししよう。成長するための3つの方法です。あ、ちょっと待って、その前にあれ、あれいるわ、あれあれ、ここに、あれ、書くやつ、書くやついるかな。ちょっと待っててね、出すからね、出すから、書くやつな、書くやつ。出てきたね。ちょっとあれ、白いね、真っ白だね、寂しいね。わかった、おかっちがね、ちょっと絵を描くから、ちょっと待っとってね、楽しいやつ買ったらな、ちょっと待っとってね。ちょっと分かりやすく、ちょっと難しい話は嫌やから、嫌いやからさ、分かりやすくお話しするね。漢字テストの話や、漢字テスト。3日後に漢字のテストがあります。3日後な。15個の漢字いいですか？15個の漢字を3日後テストがあるんだよ。これな、いいですか、これ、これあるの、これ3日後な。じゃあ君たちはこの漢字を覚えるために何をしますか？一番大事なことは何ですか？一つ目に大切なこと、それは
して全力で準備をする、その日までに準備をする、そしてやりきった、一生懸命やった、もうこれ以上できないってなった時の満足している気持ち、達成感、それが成功やって言ってんねん。わかる？誰かと比べなくてもいいよ。自分ができる限りのことやったらいいねん。あいつの方がもっと頑張ってる、あいつの方がもっと頑張ってる、そうじゃなくて自分ができる限りのことをやったらいいねん。そして2つ目、成長するために大切なこと、それは当たり前やね。一生懸命本気で頑張った、本気で頑張った3日後にテストがある。そのテストの時に遊園地行ってごらん。じゃあ自分がどれだけ勉強したこと、勉強したことがどれだけ、自分のためになっているかとか、何が覚えていて何が覚えていないのかっていうのが分かんないでしょ、分かんないでしょ。だから勉強したことを、勉強したことをテストする、これ大事なので、できればこれが1年に落ちちゃった、落ちちゃった、できればこれが1年に1回、これやったら遠すぎるの、これだいぶ今度や、だいぶ今度、わかる？じゃあ1年後言うよ、言うよ、1年後の、9月21日君たち1000個の漢字テストをしよう。1000個ね。これどうやこれ、みんなやる、これ勉強、これ本気でやる。1年後1000個全然イメージわかへんやん。あー今日眠いな、まあ今日はいいや、明日もあるし、あー今日は遊びに行きたいな、まあいいや、あと364日あるし、遠すぎんねん1年だったら。これが3日後やったら分かりやすいやん。3日後に15個テストあるんやったら、今日10個、明日5個勉強しなあかんやん。分かる？1年に1回じゃなくて、できれば月に1回ぐらい、もっと言えば毎週に1回ぐらいやんねん。そうすると目標っていうか、テストする日が近かったら、今日やること、何やったらいいか分かんねん。遠かったら分からへんねん、今何やったらいいか、今やらないといけないことが分かんなかったら動かへんねん、動かへんかったら成長せえへんねん。そして最後や、3つ目や、 OK、 3つの方法、それは答え合わせ。 OK、 本気で頑張ってテストを受けたとしても答え合わせせんかったら分からへんやん。さっきと一緒やん。自分が何ができてて何ができてんのか分からへんやん。自分が何点を取る、例えば100点中90点やった、じゃあ何ができてて90点取った分は自分できてる分、じゃあ10点、残りの10点、何ができてなかったかなっていうのが採点して答え合わせをして、分かんねん、分かる？テストを受けてはいおしまいじゃなくて、しっかりと答え合わせをしてください。振り返ってください、自分が頑張った成果がどんな感じやったか。 OK、 そしてその振り返るとき、答え合わせをするとき、とてもいい武器があるの、便利なやつ、分かりやすいやつ、これが GBH です。これはね、おかちね、バスケットボール教室をやってるんだけど、そのバスケットボール教室で低学年を教えてるリーダーの5年生の子が、毎回書いていた GBH シートです。一番左、目標、楽しく話しかける、
あまり話しかけない人とする、 2,3 人に話しかける、今教えてる1年生に話しかける、もっと喋りきる、喋りになる、楽しい人になる、それが目標です。目標めっちゃ細かく書いてるやろ。ただ仲良くなるだけじゃなくて、こんな風に何をするのかって細かく書いてね。そして練習が終わった後に GBH を書くんです。まずこちら、グッド、ナイスや惜しい、それはちゃんと言えた、あんまり良くなかったところ、ベター、それは休憩中に会話ができなかったっていうような良いところと悪いところが見えました。そしてその次、それがハウなんです。良いところをどう伸ばす、見といてくれたような声かけをする、あなたのこと見てるよっていうような声かけをすると1年生の子も喜ぶんじゃないか、そう言ってました。そして悪いところをどう直す、それは練習が終わった時にアドバイスとか練習の話をしたりする、これが GBH です。目標を立て、何が良かったか何が悪かったか、そして次の作戦を書くんです。これで終わりじゃないよ、そして次の練習の時にこの GBH と見ます、見てまた新しい目標を立てるんです。これが GBH シートです。 GBH 書いておこうかな。 GBH な、GBH GBH Good Better How ということで、これどんなノートでも使えるからぜひ試してみてください。はい、これが成長するための3つの方法です。3つの方法、簡単やね。まずは本気でやる、一生懸命やる、全力でやる、ベストを尽くす、 100% の力でやる。そして自分が どれだけできたかをテストするんです。テストをします。テストする、そこで全力でやってきたことができたかなってテストをするんです。そして最後は答え合わせをする、何ができてて何ができなかったのか、そして良いところをどう伸ばし悪いところをどう改善していくのか。 OK、 この G と B と H を回していく、答え合わせをするということで、でここで終わりじゃなくて、これを1と2と3をぐるんぐるん回していくのが OK。 ぐるんぐるん、本気でやる、テストをする、答え合わせをする、本気でやる、答え合わせをする、テストをする、本気でやる、テストをする、答え合わせをする、これをぐるんぐるんやっていったら、ぐるんぐるんやっていったら、これがね、自分ができることが、できることがどんどん大きくなっていくね。できることが大きくなっていく、そうすると自信になるね。あ、自分はあれもできるし、これもできるし、それもできるし、あ、そちらもできるみたいな感じで、どんどん力が湧いてくるね。力が湧いてきたら、自分がやりたいと思ったこととかチャンスがやってきた時に飛びつくね。 OK、 ジャンプするね。 OK、 OK、 それがぐるぐる回してたら力が湧いてくる、成長するということやね。でもこの3つができてなかったら、どんどん小さく、どんどん小さく、小さくなっていくね。小さくなっていく、自分の力が、ああ、できることが少ないからな、できることが少ないから、ああ、あれやってもやりたいけど失敗するんだろうな、ああ、バスケやりたい、バスケやりたいけどどうせレギュラーになられへんやろうな、ああ、今楽しいねんけど、このギター弾くの、でもプロにはなられへんやろうな、やめようかな、みたいな感じでどんどん力がなくなっていくねん。だからおかっちは君たちに成長してほしいの、成長してどんどんエネルギーを、できることを生み出してほしい。で、今そこにいる場所だけじゃなくて、どんどんいろんなところに飛び出してほしいの、そこで君たちは輝いてほしいとおかっちは思ってます。はい、こんな感じです。今日はね、成長するための3つの方法を皆さんにプレゼントしました。ぜひ試してみてください。また会える日を楽しみにしてるからね。今日は踊りながら帰ります。ピー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 ピ